崖っぷち。アジャへの3度目のチャレンジで見事 3AW シングルのベルトを奪取した里村。選手はベルトとともに、ベルトは選手とともに成長する。その言葉通り、里村はベルトとともに歩み始めた。初防衛戦では苦戦の末長島を撃破。6月2日、ベルトは再び里村の頭上に輝くか。挑戦者決定トーナメントにエントリーしたのは4名。長島を除く3人は勝ち抜けば 3AW シングル初挑戦となる。シングルのトーナメントとタッグのトーナメント、これ多分比較されると思うんですよ。シングルトーナメントにエントリーされてる選手っていうのは若い選手ばっかりで、で逆にタッグトーナメントのエントリーされてる選手っていうのは、まあいわばベテラン選手。やっぱりこっちのシングルのトーナメントで最後待っている方とすれば、絶対タッグに劣るなよっていう、絶対に里村に負けねえぜっていうぐらい最後の力を残しておいてくれないとこれは成り立たない。それではエントリー選手を紹介しよう。こちらのブロックではいきなり名タッグチームシュガー長島の激突となった。先輩格のレスラーから連続勝利、満を持して同期里村に立ちはだかった長島。ギリギリまで新王者を追い詰めたが、栄冠は長島の手をすり抜けた。やっぱり自分は平均点以上の試合をしたかったけど、やっぱ平均点で収まってしまったっていうのが自分の中で、納得がいってない。なんかいつもの自分じゃなかったなっていう、もう真正面から行き過ぎた。やっぱ自分はそういう真正面からぶつかっていくタイプじゃないから、それをあえてあそこで真正面でぶつかりすぎちゃったっていうのは、一つの反省点でもあるし、自分が里村だったら、結構油断してる部分ってあると思うんですよ。この間当たったばっかりだし、長島は来ないんじゃないかって絶対思ってると思う。そこをあえてついていくのが自分ですから。最大の壁は他でもないシュガー佐藤かもしれない。復帰して戻ってきてパワーアップしたっていうのがすごい、一緒に戦ってて分かるし、分かるんですけど、自分は佐藤にやっぱりタッグのベルトの時にも合わせるつもりはなかったし、自分から言わせればやっぱり休んでた人間とやってきた人間だから、逆に佐藤がその1年間をどう詰めてくるのか、それも楽しみだし、逆に自分は1年間突き放したっていうのを見せたいし、シングルとなったらやっぱり敵。シュガー佐藤の復帰戦は4月7日。果たして万全な体調なのか。周囲の不安はこの豪快なボディアタックで吹き飛んだ。5月11日にはオズアカデミーのリングでラスカチョ三田悦子の巨体さえもなぎ倒した。里村が次の相手と目をつけたのもうなずける。だがシュガーは里村の発言に対しあくまでも冷めた態度を取り続けた。だってちょくちょく負けてるでしょタイトル戦ではこの間勝ったかもしれないけど、でもなんか危ないんじゃないっていう感じはありますね。ただ休んでたわけじゃないんで別に長島に会わせてもらう必要もないし、こっちだって、自分は自分でやっていきたいと思ってるんで。もう一方のブロックはカルロス・アマノ対浜田彩子のフリー対決。生き残りをかけたシビアな戦いとなるのか。女子プロ界屈指のサブミッションアーティスト、カルロス・アマノ。テクニシャン、パワーファイター、数々の顔を持つものの、ガイアでベルト戦線に絡むことはそれほどなかった。特に今のところ必要性っていうかそういうものを感じてないんで、そうです。それで主張してないと思われてるのかもしれないですけど、一応フリーですけど一応欲はあるんで、はい、やっぱりやるからにはちょっとみんなの鼻を明かしてやりたいっていう
思いはあるんで、はい、前はあのシュープロとかでしか正直見たことなかったんですけど、生でこう見て体が結構大きいなっていう感じもして、やっぱ動きもやっぱりかなりいいなと思いますね。メキシコの方のなんかちょっとなんか見たことがないような関節技使ったりとかするんで、ちょっとその辺は興味ありますよね。不言実行コトバスカナダが5月11日のオズアカデミー興行ではアジャに対しその闘志を爆発させた。秘めたエネルギーが爆発したら天野は怖い、だから侮れないのだ。浜田彩子のガイアマット初登場は衝撃の連続だった。里村との新世代対決、さらに北斗の最後の対戦相手、ガイアマット第2戦でも他団体で名勝負を繰り広げたアジャコングといきなりシングルマッチが実現。夢を必ず現実にしてきた彩子、そんな彩子の次なる夢はベルトか、それともやっぱりそれは長嶋さんですよね。長嶋選手はあの自分の浜田君のことをやっぱり、まあ、ウェルカムじゃないみたいな感じでやっぱりされてるし、やっぱそれに対して勝って一緒に戦って自分の良さを見せたいし、それに関してやっぱり認めてほしい部分があるから、やっぱり勝って長嶋さんに1回戦で勝ってもらいたいしね。まあ実際自分もね前チャンピオンになったこともあるから、まあ自信はやっぱりあります。今でもベルト巻いてますし、まあその辺は面白く強さを出しながら、やっぱりチャンピオンの里村美恵子を自分は感じたいです。普通のタッグ組んだりあのタッグで戦ったりそういう里村美恵子じゃなくて、チャンピオンとしてガイアとしての里村選手を味わいたい。難しいね。ある意味の思い入れと期待を込めてやっぱり彩子あたりが上がってくると面白いかなと。でもね、本命で言うとね佐藤かなって気もするんだよね。対抗はね、まあ、彩子と長嶋一緒ぐらいで、おー穴で天野そんな感じかな。ただ一人最強のチャレンジャーだけを待ち望む新王者、その里村からエントリー選手へ意外なメッセージが。だから今回そのポイントなのは、私がこの防衛するだけにかけてるんじゃなくて、その先があるのね。私がもし防衛したとしたら、私は海外に行きます。やっぱりね、外の世界も見てみたいですね。日本でやって敵もいっぱいいるんだけれども、もうちょっとね、もうちょっとこう外のことを学んで一発こう仕掛けてやりたいというのはある。これベルト取ったらその先があるよって、もし私を海外に行かせたくないっていうんだったら、その1回戦でも2回戦でも戦い抜いて私を踏み潰しに来いって、そういう意気込みでいますね。私はもっと先を見てるよ。6月2日ガイア初の後楽園昼夜大会、この日ガイアの一番長い日が始まる。